は天狗アーティストのあゆこです。本日は、悲しみにはこの浄化についてのお話をしたいと思います。まあ誰でも悲しい気持ちにはなりますよね。で、悲しい経験をしたことないっていう人はまずおそらく誰もいないと思います。で、悲しい思いっていうのはやっぱりもうなんか心をこう蝕まれるような、なんかこう針でねチクチク刺されるような、まあ、表現するなればそのこう痛い感じから今度深い感じになっていって、もう 最終は悲しみのどん底って、もうなんかね涙も出ないっていうことの方が多いんじゃないかなと思います。ただその悲しかった気持ちっていうのってあまりこうね蒸し返したくないっていうふうに誰でも思うと思うんですけど、今日は私そういう気持ちに油を注ぐようなお話をしてみたいと思うんですけど、そのすごく悲しみに打ちひしがれたり、もう痛々しい思いだったりっていうことは、思い出したくない、これ大前提だと思うんですけど、日にちをまずちょっと決めてほしいですね。その悲しい気持ちを時々は蒸し返してあげてほしいなっていうふうに思うんですよ。もうね、憎しみはねまだねちょっとねこう表現できたりとか、なんか恨みつらみを言えたりですとか、またこう前に出して言葉に出したりとか、もちろんいけないんですよ。人のことをこういつまでも恨んでるとかっていう気持ちって良くないんだけど、でもまだ憎しみは出しやすいです。もう悲しみってね、出にくい、もう思い出したくもないから。でもさっきも言ったみたいに、たまにはやっぱり、ね、ほじくり返ってほしいんですね。でそのほじくり返す時は、例えば、1年の中に何回かだけとか、例えば1ヶ月の間に1回だけとか、なんかそんな風にしてちょっと規則を決めていただきたいんです。でその日はもう思いっきりですね、悲しんでほしいなと思います。例えば人の死をこう振り返ると悲しくなってくるっていう思いもあるし、自分が一番こう恥ずかしみを受けたりですとか、もう忘れたい記憶ですとか、なんかそんなこともあると思うんですね。でもそれを例えば決めた日に、たまにねこうやって回想するんですよ。回想していくと、私なんかはね何年かかったかな、15年ぐらいかかりましたね。あることはどうしても忘れられないっていうことがあったんですけど、それを15年ぐらいある一定の日に思い出して、すごく悲しみにね打ちひしがれるんですよ、自分が。もう勝手にそうやってやってるうちにどうなってきたかというと、やっぱり毎回毎回同じことを思い出していくと最初は苦しいんですけど、だんだん年月が経ってきたり月が経ってきたりすると悲しみの度合いがねなんかね変わってくるんですよね。そして、忘れるっていう感覚よりも本当の意味でこうなくなっていくっていう感じですね。そがれて、本当にね消えるんじゃなくってちゃんとこう浄化されるっていうような形になります。なんでかというと、忘れてしまうっていうのは忘れようとする作用が起こるから、結果的には忘れられてないんですよ。なんかねもう記憶の中に思いの中に無理やりとなんか忘れようとする作用をこうプラスしてるみたいな感じなんですけど、思い出してあげて、その時は悲しいねんけど、涙流すもよしやし、書き殴るもよしやし、言い続けるもよしやし、心の中でなんかそれを思い切りテンション上げて、思い返すっていうのももう全然 OK なんですね。どんなやり方でもいいの でとにかくそれを続けていくと本当にねそがれていきます。どんどんそがれていくといい形で消えるんですよね。本当に消えていきます。私がその15年ぐらいずっとここにもたげてたことを消えた瞬間の話なんですけど、なんかね
悲しみというよりも、痛みというよりも、あ、なんか本当になくなったなっていう感じになったんですよ。だからそこまでいくと、ある意味魂の方までの浄化につながっていくので、次にやっぱ持ち越さないんですよね。この持ち越さないやり方っていうのを、皆さんに私はお伝えしてるんですよ。だから今その浄化をしててすごく苦しいな、しんどいなと思うことがあったりしても、その深い深い悲しみでさえもそがれてなくなっていくわけだから、もうその感覚でね、どん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 こう忘れるんじゃなくて、そがれてなくなって消えていくっていうような、このサイクルの癖をつけていくと、昔前に、思った嫌なこととか、体験した忘れたい記憶とかっていうのが本当の意味で忘れられる、消えてなくなってくれる。やっぱりね、ここまで頑張って浄化してほしいなと思うんですね。で、それが終わると本当にね、すっきりします。すっきりして、きっちりして、くっきりして、はっきりする。ちょっとなんかね、ちょっと言葉おかしいかもしれないですけど、本当そんな気持ちになってきますので、ぜひですね、ポイントは日にちを決めたりとか、期間を決める。もうある一定の期間も絶対にそれをやりきるんやみたいな思いでやるっていうのも一つの方法です。だから私がいつも皆さんにそのことをやっていただくときは、期間決めてやってもらってるんですよね。そうするとその間はちょっとこう嫌な感じになるかもしれないけれども、ちゃんとそがれて消えていってくれるから、あ、よかったなっていうふうになりますので、ポイントはずるずる引っ張らず、だらだら長くやらず、期間を決めて、日にちを決めたり、ちょっと規則をつけて、きれいにそぎ切ってほしいなと思います。だから悲しみの浄化はもうそぎ切る、そぎ落とし切るっていうね、これをイメージしてやっていただきたいなと思います。ぜひやってみてください。そして、楽になってください。またですね、浄化についてもこれからお話ししていく機会があるかと思いますが、参考になさって自分の本当の心の疲れを、癒していただきたいなと思います。次回も、あなたのためになるような浄化についてのお話をしたいと思います。ぜひ、お楽しみにお待ちください。デンアーティストあゆこでした。